今年の春闘で定期昇給分とベースアップ分を合わせて 5% 程度の賃上げ要求を目指していた連合新潟。先月28日時点の各組合における要求の回答妥結状況について、定期昇給込みで組合員1人当たり1万301円、19年ぶりの 3% 台の賃上げとなったことを発表しました。このうちベースアップは平均で6838円の賃上げとなっています。今後中小企業どういった形で出てくるかということもあるんですけれども、労働組合のない企業にもですね、この波はですね、広げていってもらいたいと。